11月に公開収録が控えています。そうなんですよね、11月に公開収録ね、はい、ちょっとあのゲストエグいんで、はい、僕ちょっと本当言えないんで、え、いいっすか、ちょっと俺が言うの、はい、2人ともすごいね、ちょっとじゃあ今回の公開収録のゲスト発表したいと思います。まずは、はい、梶原学徒。やった、梶原学徒。もうね、それこそこちら本編に来ていただいて一緒にセッションして、はい、あれガックンあれだ、ピアニカかなんか吹いてね、そう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 、うん、あのやりましたけど、カズシカラプソディとかやってもらったけど、ね、めちゃめちゃガックンね、歌マジでいいんすよ、はい、あとなんか僕らとこうなんていうのかな、あのすごいシンパシーがたくさんあるというか、ある、なんか話が合うし、本当にじゃあったよね、うん、まあ、それを高録でできるということで、いや最高、ガックンマジで頼む、豪華なんですけど、うん、もう一方ご紹介したいと思います、はい、山寺宏一さん。山寺宏一さん、ありがとうございます。嘘、本当にそうなんだ、来ていただけるんだ、山寺さんが来んの、はい、いやでも楽しみです。そうですね、お二人とも本当に、うん、あの歌がすごい大好きなお二人ですし、すごくなんだろう、こう皆さんに対してのサービス精神も旺盛な方ですし、です、ね、エンターテイナーですもんね、お二人ともね、ですね、そして、恒例のおまけコーナーで、うん、ちょっとなんか変わった遊びを考えたいですっていうあのこと言ってるんですけど、おまけコーナー、うん、例えば、うん、この前出し合ったアイデアをイベント前に試すのはっていう、あ、ここの回でなんかでも覚えてないな、何言ったか、あ、なんか言いましたね、あ、なんか出てますよ、前言ったやつ、楽器バトルとか、楽器バトル、あとギターリレー、ギターリレー、しりとりラップ、これはまあね、できやって面白いですからね。あと即興必殺技、一番やりたくない一番やりたくない即興必殺技だけ一番やりたくないマジでやりたくない本当ね、まあこういう4つありますけど、ギターリレーって、うん、あのな、何をしましたっけな、あ、そうだ、ギターを弾ける人、うんうんうん、ゲストだったら、あの小節ごとに分けて弾こうみたいな、あっだね、やってたんだ、俺言った気がする、それ、これちょっとなんだろう、あの案で、はい、ワンコードだけ、あ、じゃあ誰か覚えてワンコードで回して、フォーコードで回していくみたいな、いいっすね、うん、なんかでもあれだよね、こう順繰りに回すんじゃなくてこうパート分けして回したい、あー、いいっすね、うん、なんかなんていうの、ベル、ベルのやつみたいですねそう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 、うん、ベルの、あ、山寺さんみたいな、うん、ちょっと早いっすみたいなできたらいいね、確かに、ガックンすごいすごいすごいみたいな楽しそうだ、まあ、ということで豪華なお二方をゲストに招いてですね、うんうんうん、あの公開収録しますから、はい、皆さんにはぜひ来てほしいわけですよ、ぜひ来てください、はい、あの前回もね大成功だったわけじゃないですか、うんうん、公録ならではの公録でしか味わえない空気感みたいなのってね、オフラインでしか体験できない体験がそこにありますね、うん、あと、そういう会話も飛び出ちゃうかも、そういうここでしか聞けない話が、本番ではカットされるようなことも、うん、もうカットなくていいんで、分かんないんで、うんうん、公開収録なんで、あのね、そこら辺はカットしていただいて、はい、綺麗な部分だけ流しますから